こんんばは皆さん来てくれてありがとうございます s <S <笑><笑>じゃあこのキャストと一緒にこのステージで立ってすごく嬉しいですすごくみんなす,すごい俳優さんがいる、まあ、宝塚の大好きな前向き笠松翔さんもす これは、まあ、まだ全員紹介するの?。あ、すみません。<laughs> でも、本当に嬉しいです。このカストの。入るのは、まあ、光栄です。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、ジェイクとは師弟のような親子のような信頼関係で。危険なネタに踏み込む警視庁の敏腕刑事、片桐浩と演じられました。渡辺健さん、お願いいたします。 快晴、えー、の東京、えー、ようこそおいでくださいました、えー、シーズン1の終わりが、なんでこれなんだって、えー、お怒りの方、たくさんいたと思います、その答えが今日ここにありますので、ぜひお楽しみいただければと思います、ありがとうございます。あありりがとうございまますででは続きましてジェイクのの直属の上司であり 悩みを抱えながら、男社会を渡り、役女性記者、丸山恵美を演じられました。菊池凛子さん、お願いいたします。えー、今日はあのこうして足を運んでくださってありがとうございます。えっ、ー、と本当にシーズン1に引き続き、自分としてはあの本当にプレッシャーのある役だったので、えー、こうしてあのシーズン2。無事に終えて、こうして皆さんにあの見ていただく機会に。 え恵まれて大変光栄ですあの楽しんでいってくださいありがとうございますありがとうございます続きましてジェイクとソリが合うも敵か味方がわからない千原会の若きヤクザのリーダー佐藤昭郎を演じられました笠松翔さんお願いいたします、えー、笠松翔と申します、えー、今日は、えー、来ていただいてありがとうございますありがとうございます 一話には楽しんでもらって、たくさん、あの、皆さんに宣伝してもらって、あの、よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、シーズン2からの登場になられます。佐藤が属する千原会の若頭に出所後復帰し。彼の兄貴分となるヤクザ、葉山直樹を演じられました。久保塚洋介さん、お願いいたします。 えー、入ってるよこ,こんばんはサメエル・エル・ジャクソンですややウケじゃないですかややウケじゃないですか違う違うもう今日出所してきたのかそうなんですよ本当っぽくなっちゃうんでやめてください本当にあにこのメンバーでねあのここに出れるとつい自分がサメエル・エル・ジャクソンなんじゃないかっていうふうに思える豪華なあの メンバーとともに、えー、ここに立てて光栄です今夜は大切なお時間使ってここに来ていただいて、えー、存分に楽しんで帰ってくださいありがとうございますありがとうございますそして同じくシーズン2からの登場となります片桐の上司で相棒となる軽視永田翔子を演じられました真弥貴さんお願いいたします えー、シーズン1あのシーズン2に出るとは知らずにシーズン1にはまっていた一人です、えー、なので今回あの、えー、決まった時に私出るって決まった時にシーズン1を見直していたんですけれど完璧に途中からまたはまって自分が出ることを忘れてみたものです今日は、えー、まだ私がどんな役であのこの素晴らしいあの奥深い話の中に登場するか すごい色っぽい役なんですよって嘘ばっかり言う <laughs> <laughs> 甘い甘い役なんですけど <laughs> まあちょっとあの本当に始まる前でよかったと思います挨拶が <laughs> あのはい本当にこの深い世界皆さんあのまた10話ありますので味わって私もその一人として見る側出る側両方味わいたいと思います今日あの楽しんでください。 ありがとうございます本日は以上のキャストの皆様にご登場いただきましたがプレスの方もですね後ほどフォトセッションございますのでそこまでフラッシュ撮影はお控えいただきますようお願いいたします。さてそれではですね早速なんですが本作品の舞台となるのが、まあ、タイトルにもありますようにここ「東京」です。ということで、まあ、劇中にも数多く登場する「東京の夜景」なんですけれどもまずはですね世界で 最もきらびやかな大都会として憧れられた東京の夜景を改めて皆さんにご覧いただきたいと思っておりますそれでは会場スタッフの皆さんご準備よろしいですかではお願いいたしますまこの美しい夜景の中本作品ストーリーが展開されていくわけなんですけれどもでここではちょっと代表者渡辺さんにお伺いしたいと思いますがこちらから夜景ご覧になってどんなご感想をお持ちですか いやもうタイトルバックですよねこのまま始まっちゃうんじゃないかと思うぐらい、はいあのー、やっぱり東京ってすごいでかいですよね、うん、本当にこんな大きなしかもいろんなところにこう繁華街が点在しててこうやってきらびやかなネオンがあって国会議事堂があって公共があってもうこんな街はやっぱり世界にはなかなかないなっていうのを改めて感じますね。 世界にという言葉がありましたがじゃあここであえてアンセルさんにお伺いしたいと思いますがアンセルさん東京の夜景ご覧になってどう思われましたか東京は本当に最高です<お>、はい、私の出身はニューヨーク市そうとっても違う街ですけど、はい、東京バイスを通じて東京は僕の第2の故郷になりましたのですごく。 いいい経験でしたいつも今でも僕の家族を家族来てくれた東京にみんな家族家族を僕の家族家族来てごめんちょっと緊張してる、ね、<laughs> 日本語4年前始まったからねごめんでもにみんな日本大好きねアメリカでもえんも日本人も、uh, 自分のご家族も好きになってくださって日本人も、ね、日本というものに誇りのある方本当に多いと思いますが、まあ、今日はその東京が舞台となって、まあ、皆様がドラマを展開されたわけなんですけれどもではちょっとあのここはねあの夜景にあまり見えすぎてしまってもということで一旦またこちら、締めさせていただきまして。 はい、お話をですね、作品についてお伺いしたいというふうに思っております。この高さは無理ですわ、俺も。はい、キャントフライ。ほらほら。はい、キャントフライ。ほらほら。ネタか？でまさにね、あのこう作品の舞台がこう90年代のあの時代ということも考えると、思い出してしまうんですね、はい、あれをね。さあ。 それではではすねで、作品に関してはある意味も非常に危険な人たちがいっぱい登場するわけなんですけれども、はいえー、アンセルさんにお伺いいいしたいと思いますシーズン1に引き続きシーズン2もシーズン1と2と分けてあの来日していただいて撮影をされたということなんですがその撮影に関して覚えていらっしゃることとかもしくは撮影以外でこんなことが起きましたよっていうことがあったら 教えていただけますかそうですねじゃあみんなキャストでも、まあ、僕は一生懸命この役のために日本語一生懸命勉強し,勉強しましたねでも今田中康介もこのオーディエンスの中座ってる<何>ティンティンっていう役もいますティンティンはあ まあ、ケーキとかクッキーこのシーズン2にティンティンが新しい趣味でケーキとかクッキー,あーやい焼いてる趣味始まりましたその役のために本当に焼いてきたんだよねはい本当にやい焼いてくれた美味しかった美味しかったじゃあその話ですあおごめんごめん <laughs>、まあ、その台本の中台本の中すっごい美味しいえ <laughs> ちょっと わすっごいおいしいね、ちょっと全部く,くれないで、ちょっと僕にちょっとセーブして、あとでね。でも何、何回もテイクしたけど、クッキー食べて、まあ,あまりおい,しおいしくなかったよ。<laughs> <laughs> ごめんなさいね。 <laughs> <でも S 1> それは彼が作ったやつじゃないんでしょそれの彼が作ったやつああ。あごめんね。それで、クッキー食べて、まあ、演技で、初めて、じゃ演技しましょう <Okay>。ッケー。あ、すごい、おいしいね。セーブして、でも、あと2回、3回、もじゃあ、本当においしくないけど、ジェイクが友達にや優,し優,優,優しい。思いやりで おいしいっていうふうに変えたのねそ,それでいや、おいしいですねああ、ありがとう本当にセーブしただからそういう話<笑>,笑ってくれてありがとうございます <laughs> <laughs> すごいすごいでも本当はおいしかったんだよねおいしかった,かった、ね、本当においしかったです <Yes. S 2> <laughs> 本当にわきあいあいとした撮影でいらっしゃったんですね とというこがが伝わってきますがじゃあそれではまずシーズン1のことをちょっと簡単に振り返っていただきたいと思うんですけども渡辺さん菊池さん笠松さん、まあ、やっぱシーズン1から続いての参加ということなんですが、まあ、本当にこの温かい雰囲気を感じますがでもあの作品自体には非常に緊張感あるわけですけど現場はどういう感じだったんでしょうか覚えてることなどありましたら教えていただいてもじゃあ渡辺さんからでよろしいですか。あのまあ、か不かというか、えー、シーズン1の時はまだコロナが もう本当に大変な時で、はい、あのスタッフも ABC ってこう分けられてで我々に近づけるのはヘアメイクと衣装だけっていう、まあ、あの監督女監督はあったんですけどそれ以外のスタッフとはもう話もできないような状態でずっと撮影をしていたのですごくまあ,あのもちろんその中でもこうみんな気持ちを一つにしてやってたんですけどやっぱりなかなか交流ができないこうなかなかこう。 わきあ,いあいっていう感じにはなれなかったんですけどシーズン2に入ってからはもうそういう制約も取れたので本当にこうみんながこういろんな、まあ、冗談も言いながらあ楽しい撮影をしましたね。菊地さんはいかかがでしょうか そうですね、そういう意味では確かにそうだったなってでもすっかりそういうことがあったことも忘れてしまっていたなと思って今あのそう言われると本当にシーズン2はあのみんなとこう本当にあのいろんなスタッフに囲まれて撮影するっていう感じであのただやっぱりあのカメラ前に立つと妙なこう緊張感がどうしてもあって。あの シーズン1も2もあのやらせていただきましたけどその緊張感っていうのは何度やってもちょっと取れなかったというか、まあ、えあの英語であるとか韓国語であるとかそういったセリフのことももちろんありますけれどもあの本当にそういう意味では東京バイス独特の,あの張り詰めた緊張感がカメラ前にはいつもあったのであのそこはまたあの楽しめるようにいつかなれたらいいなって思いながら撮影してました。 でもシーズン2はすごいセット組んだんだよね名著、ね、新聞ねはいものすごい広いフロアにもうビニーサイニーも雑誌から新聞から小道具から何か全部ものすごい飾り込んですごかったよねそうう全部の細かいは本当にすごい年代がきちんとそうですねなんか引き出し一つデスク開けても全部こうね小道具というかあの記者のものがこう詰まってるっていう感じで 本当に美術の太田さんもすごい一生懸命やってらっしゃったんでそここも見どころかなと思いますそれでは笠松さんにもお伺いしたいと思いますが撮影について覚えていらっしゃることなどそうですねシーズン1と2では結構自分的に全く違ったんですね。でシーズン1ではこのまあ 引っ張り出されるようにこのシーズン1、東京バイスにこう呼んでいただいてそこでまあ一生懸命やるしかなかったんですけどシーズン2も一生懸命やることは変わらない中でもまあこう責任感みたいなものが芽生えてで、まあ、現場を作品をちょっとでもよくしたいなみたいな思いでやってたっていう,うことだったんですねなんで窪塚さんとのシーンがめちゃくちゃ多いんですけどシーズン2では、はい、2> もうとっても楽しかったですね。 ごめんねいやいやいやめちゃくちゃ楽しくてシーズン1はどっちかというとやっぱどんどん孤独なんですけどシーズン2に関してはさらに孤独になっていくんですけどずっと窪塚さんがいてくれたんでそう頑張れまましたねまあいびってただけなんですけどね <laughs>、はい、リアルに射程感が若干出てきましたね今そうなんですよ、はい、いやでも本当にアイデアマンですごい監督に提案するアイデアがおおっていうのばっかりなんですよ。 なんていうのアイデアデパートみたいな、ね、感じで。アアイデアデパートトメントうんなでか、私、受けるあの、はい、後輩ですけどあのとっても一緒に芝居するっていう単純にそれだけでも楽しかったしすごい話好きなんでもう楽屋でも,もう俺が話す隙がなかったです。 お今何か風間さんは言い,たいことが言いたいことがあるといういやもう本当、まあ、パッと終わります、はい、パッと終わります窪塚さんずっと <laughs> 違うパッと終わりますパッと終わりますから窪塚さんずっと後ろで、まあ、皆さんカメラ撮ってるし今日 OK 撮影 OK だからあの、変なこと喋っちゃだめだってよし喋っちゃだめ変なこと真面目に真面目に行くぞ真面目に行くぞって言ってましたけど結構ギリギリですからね今のとこギリギリですから <laughs> はい。 さあ今自然にもうシーズン2のお話になっていらっしゃいましたがその笠松さんの,そのアイデアマンプリ以外にも例えば窪塚さん覚えていらっしゃることとかやっぱりシーズン1のファンでもあってっていうのはマヤさんと同じくなんですけどとにかくまあ見ていただくと分かるんですけど僕がやらせてもらった役っていうのはまあどうしようもない、あのー、まあ鬼畜というか、うん、もうひどいやつなんですね。うん で僕が今までやった役の中で多分一番自分と遠いところにいる役で結構気負いもあったし不安もあってでそれで最初の本読みに臨んだんですよでちょっとまあ芝居をするというか、まあ、ちょっとそれがそういうモードでやって全部終えてでタバコを吸ってたらケンさんが来てくれて「久保塚もうあんな芝居しなくていいんだからお前はそのままで葉山なんだから」<laughs> って言われて。 <そ>うあんま嬉しくねえと思って。<laughs> <laughs> ていう思い出がありますね。今あのお話ありましたが確かにあの渡辺玄さんと窪塚さんは、えー、池袋ウエストゲートパークではご一緒に20年前出ていらっしゃるかと思うんですけれどもそういう意味合いをお持ちでしたいやもうね、はい、本読んで、まあ、早まって役なんですけど、はい、やばいんですよ。<laughs> もうとにかくやばいんですよ。 こんなやついたら絶対あの半径1 0ル以内には近寄りたくないぐらいやばいやつなんですよでも窪塚あッ OKOK、OK, OK、ケンさんもあの時も刑事の役だったんですよはい刑事と不良っていうか、はい、で今回もまあ刑事と不良という20年経ってもなんか変わんないのかなっていう、はい、でも1回しか会えなかったね そうですね、現場では、うんまあ、でもやっぱり、ね、大人になったな窪塚って思ったあの言っていただいてうれしかったです,す、うんあの。なんていうかな、やっぱりその頃のの、まあ、ある種爆発するみたいなエネルギーじゃなくて本当にこう地下からグーってマグマのように出るエネルギーにやっぱり少しイエース <laughs> だから、そういう意味では、ね、本当にあの嬉しかったですね、久々にそういう窪塚に会えて。 僕あの伝えましたけどあのロンドンで舞台を見させていただいて、はい、こっそり見に行ってで帰ろうと思ったら楽屋口が開いてるんですよほん、はい、で海外緩いなと思ってちょっとこうやって見てたらケンさんがこうそれちょっと故障しすぎ <laughs> そんなじゃないから <laughs> 普通にヘロヘロで出てきてるだけだからもうお前それでまあみんなをねぎらっているのが遠目に見えてあっと思ってけっ ってなったんだけどやめたんですよ。なんかもうちょっとちゃんとあの人間になってから会おうかなと思ってあのあ今はまだ会えないあったらダメだと思って会わなかったらここでお会いできてで本当に嬉しかったですあのまた一緒に仕事ができてそれがこの東京バ杯シーズン2だったわけですねさ、はい、そのシーズン2からマヤさんも。 ご参加になられてるわけですが、はいはい、撮影について,あのついて覚えていらっしゃること、まあ、それ以外のことでももういいなっていう感じに今日なってきてますけれども<え> <laughs> 何をお話しいいいいていあやややでも窪塚さんと笠松さんの関係じゃないですか私はもうとにかく渡辺謙さんとずっと一緒でとにかく謙さんしか会ってないんじゃないかってぐらいに。 ね、今、そうですね,ですねアンセルにあの途中から合流するんですけど、まあ、本当に3人か2人かということでもうとにかくだからあのちょっと,と素人じみたこと言うんですけれどもとにかくひるむなと思っていや私、こわもてに見えますが意外とひるむんですよでだからあのずっと半年以上待ち受けにしてました渡辺健さん。<laughs> 会う人、会う人に、にケンさん好きなんですねって、そうなんです、そうなんです <laughs> って、まあ、本当に好きですけれども、そうやってこう、ひるむなを鳴らして、はい、そうやって鼓舞して、もうでも、助けていただくことばかりで、それでカメラが回ったら、私が怒鳴るという意味が分からない状況になってるんですけれど、最初から怒るっていう、はい、本当に見ていただけたらと思います。はい、本当ありがとうございました はい、本当にシーズン2いろいろな見どころがあることが、まあ、皆様にお分かりいただけたかと思うんですがもうあっという間に、まあ、お時間が近づいてまいりましてここでですねやっぱりこうアンセルさんに代表していただいてこれからご覧になる方視聴者の方にですねぜひ一言メッセージをお願いいたします。 そしてそんなお言葉をいただきましたアンセルエルゴートさんなんですが、先週3月の14日がお誕生日だったということでよろしいでしょうか。本日お祝いのケーキを用意させていただきました。実は東京バイスの現場で4、3回、3回誕生日お祝いお祝いしましたので、もう1回まあこれはジェイク、ジェイクはまあ。 嬉しいです。本当にありがとうございます。いや、びっくりし、びっくりしました。ありがとうございます。い,ますいちご食べます。ますあ、日本のいちご、本当においしいですよね、はい。さあ、それでは、キャストを代表して、あの、渡辺謙さんから。ぜひ、何かお祝いの一言ありましたら、いただいてもよろしいでしょうか。<え>あのあお祝いの言葉を。<laughs> はい。あの、ちょうど去年、東京バイソを取りながら。 えー、アンセルのお母さんがニューヨークから来ていた時期に、あのー、アンセルの誕生日を一緒にまやマヤさんも一緒だったんですけど、はいえー、お祝いをし,ま,した、はい、また1年こうして、えー、この作品を完成させて誕生日を迎えて本当に、えー、これからまたさらなるおも今でも十分でかいんだけど、えー、大きな俳優になっていくだろうなと。 思っています。お祈りしてます。おめでとう。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。さあそれではせっかく景気も出てまいりましたので、ここからですね皆様ちょっと寄っていただきましてあの記念のフォトタイムとさせていただきたいと思います。はいじゃあそれではもう一般の皆様もどうぞあの一緒にお取りいただいていはい。さあそれではじゃあメディアの方からお声掛けいただいておりますがどうしますかせっかくですから。 フォトケーキが見えるように。させていただきますか。はい。ちょっと待ってね。ちょっと、お、すごい。ちょっとマイクこちらでお預かりします。<ー>はい。はい、僕が僕レフありがとうござ <laughs> <laughs> います。僕が、僕の F. 版。あ、こっち。 はいフォトセッションこの後ありますのでケーキはじゃあこれぐらいとはいさせていただきたいと思います皆様ありがとうございますご協力ありがとうございます <laughs> さあ、えー、それではですねあの <laughs> ものすごあ <laughs> 皆さん切ってんな <laughs> <laughs>